か分かればよさそう。なんかこの三角形2つ角してしまう。と言うならば、まあ、B に。これを B 三角形と小さい三角形。もしここが分かったら証明できる。どの三角形と。そうなんです。できない。ちっちゃいのは。ちっちゃいのもこの向きを直して。そう書く BAC だよね。こういう状態に直してみる。とじゃあこっちの三角形ですよ。もしここが、うん、ここって2対1の関係で、ここのことだね、等しいって言えそう。じゃあ問題、ここが24センチでした。ここ何センチでしょ。2つの三角形がどうなってる。これ重なったところ。そうなんです。そう重なってるんだよね、ぴったり。問題です。だからこれって別に取り外しても元々重なってたから、角度と一緒で、どこが12センチでしょ。ってことでこの時に使える合同条件で言えば、そうそうそう、そういうことなんです。と、なんかただ変化の図だけ見ると、一組の辺と重なりなさいの角が、その通りです。OK。じゃあ正しい合同条件。